はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クジャクマイです。さあ本日なんですが、最強のスキルがデュエルリンクスに実装されていたことを私忘れておりました。これ視聴者さんからねコメントでね教えてもらったんですけども、このハーピーの羽ぼうきっていうこのカードね、これまあ OCG ではね今制限カードなんでみんな使えると思うんですけども、リンクスでは実装されてないと思ってたんですよ。されてました。ハーピーの意志っていうこのスキルね、自分の墓地のハーピーカードが4枚以上ある場合、デッキ外からハーピーの羽ぼうきを1枚手札に加える、このスキルはデュエル中に一度しか使用できないという効果なんですけど、これ今回の新パックでハーピーカードめちゃくちゃ増えたんで、ハーピーカードが4枚墓地にあるっていう状況めちゃくちゃあるんですよ。だからこのスキルすげえ発動できます。つまりですね、なんとデュエルリンクスにおいて相手のフィールドの表側も裏側も全部フィールドも魔法も全部相手のフィールドの魔法トラップカードを全て破壊するという、このぶっ壊れカードを使うことができると。最強すぎる、なんて強いんだ。で、このスキルを使って今日はやっていきたいと思います。で、構築はね、なんかね最近ねネオスフュージョン入れるのが流行ってなって、またお前かみたいな、またお前かいみたいな話なんですけども、これで要は墓地のハーピーを増やすってことですね。ハーピーカードをハーピスト墓地を送ってサーチ入れながら墓地のハーピーカード増やすっていうのと、あと先行ちょっとね若干その弱いっていうのもあるんで、ネオスフュージョンで固い守りをね固めてあげる、あとワンキルもできると、まあいろいろいいことがあるということですね。であとはまあ何でもいいんだけど、汎用魔法トラップはメインギミックは説明した通りなんで いつも通り置いといて、で汎用のこのライトニングボルテックスとかサンブレとかインダとかはまあ別にこの汎用のまあインダとこれめっちゃヒステリックサインしててサーチ3枚したいからこのハンドキルカード入れてんだけど、これ別にデモンチェーンとか月の書とかでもいいと思うし、もうちょっとねハンドコストがいるカードを少なくしてもいいかなと思いますね。ただ個人的にヒステリックサインを捨てて3枚サーチがどうしてもしたいんでガン詰めです。1,2,3,4,5,6,7 枚入ってます。でライトニングボルテックスは結構先行精霊竜っていうドヤ顔盤面をぶっ壊したいんで、なんで入れてますと。であとフォトンストリックバウンサーとかね、ああいうのも処せるしね、結構やっぱライトニングボルテックスはあんまり刺さんないカードが、刺さんないモンスターがいないし、あとムーンライトのサーベルダンサーとかああいうのも処せるんでね結構強いです。はい、でまあこの辺のカードはまあ汎用的にねどんなモンスターでも使えるかなみたいな感じで入れてるっていうところですかね。早速ですね、ハーピーの羽ぼうきぶち込んでいきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方ユウマくんよろしくお願いします。スタンバイ。これはまあ悪くはないですね。これだいぶ強いですね。このハーピーの羽ぼうきを手札に加えて置きながらやばいことが起きるんで、これね本当に強いですよね。ネオスフュージョンがあると要は1枚遅れるんで、羽休めで2ドローしていいですね。これね、これでですね、エクシジスと違っていいところはこのシンクロ召喚すると墓地に素材が行くっていうね、これやっぱ一番強い。エクシーズモンスターの素材やっぱフィールドに残るのあれ弱いから。さあハーピーレディスクラッチクラッシュをシンクロ召喚、さらにヒステリックサインは後でもいいな。ヒステリックサインワンチャンこれインガー生産とか引くかもしれないしな。ネオスフュージョンを発動。さあ誰とでもネオスとハーピーハーピスト、これはネオスも気持ちいいだろうな。ハーピーハーピストと寝れるから、これ多分ねネオスさんも気持ちいいですよ。かなりスキル発動、ハーピーの意志、手札にハーピーの羽ぼうきを回収するぜ。つえそしてハーピーハーピスト以外のモンスターをデッキに戻すことによって俺はカードを2枚ドローさせていただこう。あーでもそんなに強くねえな、まあ、1回ヒステリックサイン発動しよう。ヒステリックサインの効果によって万華鏡を華麗なる分身を手札に加えていく。タイエンドでいいんじゃないですかね、これね。で、ハーピーハーピーストの効果発動。ハーピーハーピーストの効果によって、チャネラーを手札に加えていく。さあ、これで、先行、手札が5枚になって、フィールドには3枚カードがある。なんだこれは何が起きている何が起きてるんだ、なんだこれ、やばかいこれ、何が起きてるんだ。カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セットだと、おい、ハーピーの羽ぼうき見えてなかったか、こいつ。ハーピーの羽ぼうき見てなかったんか。てめえ、私のターン、パフューマー、よし。そしてハーピーの羽ぼうき発動、全てをぶち壊していけ。アロマだ、
分からせられそう、これ分からせられる、これこれ分からせることできる、これまだいいや、それまだいい、まだいいんですよ、こんなの相手のカードを使ってからでいいんですよ。生命力吸収します、それも別にいいな、それも別にいいですね。なんか そんなに回復されても困るのないんで別にいいですよ。で、はいはい、で1200回復して、はい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 、で、あ、はいはい、アロマ持ってくるやつね、持ってくるやつで、この瞬間アロマ味ローズマリー効果で守備表示にされていく、関係ないね、一切関係ない。そして万華鏡、華麗なる分身を発動して大丈夫だね。ワン出した方が強いね、ワン出した方が強い。そしてハイブリッドスクラッチクラッシュのモンスター効果発動、魔法トラップカードが発動した場合、相手のカードを一枚手札にバウンスすることができる。ちょっと待って、やばいでしょこのアドバンテージの差、見てください皆さん、やばくないですかこれやってること。これが遊戯王デュエルリンクスっていうゲームらしいです。これゴリハンの押し付け合いじゃん、会話とかもう全くないからね、デュエルリンクス今、はい、今のデュエルリンクス対話とか全くないんで、はい、ゴリハンを押し付けた方の勝ちです。さあお相手の方、ゾーン宇宙出た、城之内行くわよ、城之内行くわよ、城之内ライフポイント5000だぞ、なに出た LP 増強デスペか、ライトニングボルテックス、なんか強そうなカード来たな、強そうなカード来た。一回ちょっとチャネラー召喚は通るかな、まあ、あのできればねデスペラードが出てきてからライトニングボルテックス打ちたいみたいなとこありますね。さあハーピーチャネラーの効果発動、ハーピーカードを1枚捨てて、ハーピーハーピスト特殊召喚、これがねあれですね、あのネオスデッキの探すね、これとりあえず初手ネオス引くっていう、挨拶おはようございますっていうレベルでめちゃくちゃネオス引くっていう、これが一応重要な弱点ではありますね。さあとりあえずハーピーモンスターに、ハーピーモンスター、ハーピーチューナーと言い張っているハーピーモンスターをチューニングして、ハーピーレディスクラッチクラッシュを特殊召喚、これバウンスは相手のカードを使わせてるときでいいな、結集とかにチェーンしたいですね、できれば。で万華鏡、華麗なる分身を発動、万華鏡華麗なる分身の効果によってハーピーレディ1を特殊召喚、そしてさらにこれやっていいかな、なんか何もないかな、因果切断とかあんのかな、ちょっとわかんないっすね、これ切断あって、切断と結集とかだと結構やばいんですけど、まあ、とりあえずあの光属性ではないんで展開はめっちゃできるっていうね。これも強引にハーピーの晴れぼき行こうか、強引にハーピーの晴れぼき行こう。そしてハーピーレディ1とハーピーレディ1でオーバーレイ、違うわ、ハーピーレディ1にハーピーレディ1をチューニング、モンスターをシンクロ召喚、ハーピーレディスクラッチクラッシュ、そして墓地にハーピーモンスターが4枚以上揃ってるんで、ハーピーの意思によってハーピーの晴れぼきを手札に加えていく、そして食らえハーピーのハリボーキ、全てをぶち壊せ、何パルスボム、パルスボムだと、パルスボム強えな、パルスボム、これライバルパルスボムか、サンブレックパルスボム、えデスペあるかな、これデスペあると思います、これデスペあんのかな、でもデスペあったら捨てると思うんだよね、サンダーブレイクでも。これさ、これ多分ね、これデスペではない、分かったわ、これでネオスを捨ててもういらないから、よっと、でこのターン終了。ちょっとね守備力が弱いのがね若干弱点ですね、このハーピーレディースラッチクラッシュの、よし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 、危ない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 、よし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 、いいぞ、で攻撃表示変更していく、でカード1枚セット、バトルフェイズ、クライハーピーレディスクラッチクラッシュの攻撃、スクラッチクラッシュ、何そういいだろう、ただデスペラード、これで魂のカードを引いてもデスペラードをサーチすることはできないな。さあ来い城之内、城之内それキースのカードやぞ、そしておい弱えな、どうしたどうした、おい城之内、私の知ってる城之内はそんなに弱くないわ、バトルフェイズいけ、ハーピーレディスクラッチクラッシュの攻撃、スクラッチクラッシュ、いいんだ切断、あじゃあ帰りまーす、あじゃあ帰りまーす、あお疲れでした。
お先に失礼します。お疲れでーす。よっ、デスペラード引きてない。デスペラード近いに未来はないです。さあ、お相手の方、ユーギ君ですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。これちょっとモンスター来すぎ問題。ハーピーチャネラーを召喚、そしてハーピーチャネラーのモンスター効果、これネオスフュージョンがあったらね一気にいけるんですよね。これはねこうですね。でパフューマー捨ててパフューマーかな。パフューマー捨てパフューマーで良さそう。デーラーでパフューマー効果、羽休みかな。これちょっと2ドローしてトラップカード引きに行きたいですね。基本的には妨害札を引いていきたいといったところ。さあ、とりあえずハーピーレディースクラッチクラッシュをシンクロ召喚。これででも羽休めのコストそろうのめっちゃ強いよな。この動き完結してんだもうこれで。まあ一応ハーピーストだった場合はちょっとアドバンテージ若干あれだけども、あと1枚ちょっともったいないみたいな話になるけども。で3枚戻して2枚ドロー。はい、最強。いや、まあ無理無理。どんだけモンスター来る。おい、シャッフルしろ、コナミコナミシャッフルしろ、デッキをシャッフル俺にさせろ。そしておっと、メカラスマッシャー X、 やべえモンスター来た。生存境界か。通常モンスターは入ってないんで、まああれですけども、ホーリーライフバリアか。なるほどな。でハーピーチャネラーを召喚。さあ、ハーピーチャネラーのハーピーチャネラーの効果は発動したいな。これ効果発動したいな。これ羽根ぼうき打ってるか。待てよ、羽根ぼうき1枚2枚、あ、羽根ぼうき打ってるな。羽根ぼうき打ってるわ。羽根ぼうき打ってるな。羽根ぼうき打っとう。これはね、シンクロもう1回したら羽根ぼうき打ってるんで、羽根ぼうき打ちましょう。相手もね、多分ね、結構ね、初見だったら分かんないと思うんだよね、これ。で、パフューマー効果で、カリバである必要性もあんまないんだよな。これ、次進化をしたら羽根ぼき持ってこれるんですよね。1枚2枚でしょ。で、3枚4枚だから、これね、こっちでいいんですよね。万華鏡、華麗なる分身、多分、こっちでいいと思うんだよな。で、デッキからカードをさらに手札に加えていく。で、カリバー、あ、そうかそうか、2枚手札に加える。マジで間違えたわ。2枚手札に加えていく。そう、レベルの5以上のね、ハーピーがいるといけるっていうね、ちょっと忘れてました、すいません。カリバ発動する必要ねえもんな、これ、あんまり。なんかもう、急にハーピーの羽根ぼき打ちて、俺。急にハーピーの羽根ぼき打ってビビらせて、シンクロしよう。ハーピーレディモンスターとハーピーレディモンスターで、シンクロ召喚。中7、シンクロ召喚。ハーピーレディスクラッチクラッシュ。そして、スキル発動。ハーピーの一種。よし、ぶち込め、ハーピーのハリボーキ。つえ、最強だ、最強だ、このカード最強だ。読んでいた。バージェスマンマーレだ、いいだろう。バウンスは生存境界。それはバウンスだ。それはてめえはバウンスさせてもらうぜ。そうはいかない。なにメステラサウルス強っ。メステラサウルスはメインフェーズ中ね、あの恐竜族のモンスターが効果を受けないっていうね、効果なんで。うわ、やばい、きっつ。今バウンスしたら勝ちやと思ったのに、きっつ。そこでトラップ。あー、きついあー、きついよ。あ、それはきつい。バカみたいにきつい。うわー、うっそ、うわーきつ。まあでもなんとか、まあ一応ホーリーライバリーあるんで、まあ生きることは生きると思うんで、まあちょっと一回見守りましょうか、相手の展開を。援軍やばいやばい、頑張ってる、やばいやばい。フィンガー切断も入ってるか。このデッキやべえな。なんでさ、マンで30枚でふざけんなよ。30枚のくせにさ、初手ランカ生存協会とメガロスマッシャーとミスラサルツ引いてんじゃねえよ、てめえ。都合よく引いてんじゃねえぞ。うわ、ディノインフィニティ入ってる。やっば、ディノインフィニティとかいう劇的にやべえモンスター入ってる。マジでやばいわ、これ。これはね、除外されてるモンス、自分の恐竜族かける線になるんで、
あのミセラサウルスの除外効果とめっちゃ相性いいんですよね。スクラップドラゴン、やばいやばいやばい。まあでもそんなにスクラップの効果は打たせて、でミスラ効果、これディノ来んのかな。ディノ来そう、ディノ来そうだなこれ。うわ4枚除外来た。ディノか、ディノの方か、誰だ来るのは。ディノか、ミセラ、ミセラか、ミセラの方か。なるほど、バトルだ。あ普通にバトル、なるほど。あーなるほど。そして一回ホーリーライバリア打って、これハーピーレディワンカリバですね。これカリバ捨ててで一番いらない、あマーレラも来た、もうオッケー。ホーリーライバリアは結構強いんで、まあいいでしょう。はい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 。で一番やばいのは何かっていうと、ハーピーレディスクラッチクラッシュが、うわヒステリーしたいんか、あのハーピーレディスクラッチクラッシュが全部いってしまったっていう点ですね。これパフィーマー召喚、パフィーマーの効果発動、万華鏡、華麗なる分身を手札に加えていく、そして、華麗なる分身を発動。まだでも2体いるな、2体残ってるか。ワン出して、でもう1回出して、いやでもこれキル取れないですね、キル取れないんで、これサンダースパークじゃねえか、これこれサンダースパークっぽいな。これレベル4のモンスター3体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ナンバーズ91サンダースパークドラゴン、そしてヒステリックサインの効果、万華鏡を回収し、そしてサンダースパークドラゴンのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを全て使い相手のフィールドのカードを全て破壊する。まあ、周りがモンスターの効果は起きないから、モンスターの効果で破壊されないが、これで盤面は一掃させていただいた。よしターン終了、よし返したぞ。なんとかなかなかいい試合になってるな。ただミセラサウルスが落ちてるのがちょっと困るな、ミセラが落ちてるの困るな、ミセラ落ちてるの困るな。これミセラ、はい、ミセラサウルスの効果発動、いいだろう。さあミセラサウルスの効果によってモンスターを4枚除外していく。やばい、ちょマジであのね本当にあれだけやめて。うわーゲーゲーやっばいこと起きたー。